ましょう。はい。綺麗になったよ。見てください。ママとしほちゃんが汗水垂らして1日頑張った。うわすごいじゃん。頑張ったでしょ。もう汗びっしょりだよ。ない風呂入って汗びっしょりなんでしょ。今日は頑張った男はああいう人は。はい、はい、ということで今回はね無事衣替えを終わりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。みなさんこんにちは。しょりみちゃんのよしほとみみです。はい、ということで今回はねせっかくね衣替えをしてウォークインが綺麗になったので今回はねそのウォークインのルールを決めていきたいと思います。綺麗さを保つっていうか、はい、毎回ね綺麗にしてもすぐなんかこうまずこれをやらない、服が散らばっちゃったりするんですよ。はい、そうなんです。それはやっぱここで、まあ、ここっていうのもしほりみしか使わないんですけど、はい、しほりみちゃんが服を脱ぎ捨てにしてそのままにしちゃったり、もしくはやっぱこれ着ようかなって一回出した服をやっぱこっちにしようってなった時にそのまま置いたままとかそういうことが2人がやってしまうともう1週間もすればうわってなってくるわけですよ。でまあ後でやろうって言って週末も撮影とかでちょっと忙しくてお家に入れなかったりしてでまた1週間経つとふおってなり気づけばもう取り返しのつかないほどなことになってるわけですよ。服の山が出来上がっちゃってるわけですよ。はい。ね。なのでね、はい、それを振り返ってみて、はい。もう嫌だと。そうです。もう山を見たくないと。そう。で、どうしたら綺麗に保てるのかっていうことを考えたときに、はい、やっぱしほりみが各自で服を置かないようにしなきゃっていうことにたどり着いたわけですよね。はい、そうすればいいと。そうですよね。はい。から置かなければ山はできないわけです。そうです。山見たくなかったら置かなければいいんです。そうです。置かないってことは脱いだ服はちゃんと洗濯機に持ってきて、はい、取ったけど着なかった服だ元に戻すと。はい、元に戻す。はい、はい、いいですか。だそれを決めたから、はい、しょうちゃんが提案してくれたんですけど、もしできなかったらなんか罰ゲームじゃないけど、なんか罰があれば続けられるかなと思って、うん、危機感がねないからね、まあいっかみたいになっちゃうとせっかく決めたことも守れなかったりも多々出てきちゃうかもしれないから、なんか作った方がいいかねってことになったんだよね。で、しほりみでちょっと話し合ってくれたみたいなんですけど、はい、決まったことがあります。はい、はい、それがですね、服がね、うん、床とかに、うん、床とか、うん、そういう落ちてたら、うん、落ちてたらゲーム、うん、漫画、アニメ、携帯を禁止しようと思います。1日ですか。1日、1時間じゃなかった。いや、1時間だと危機感がない。1枚で1時間じゃないので、3枚落ちてたら3時間。なるほど、じゃあ1時間でいっか。1時間、あ、でも1日にする。1個でも落ちてたら1日、そっちの方がいい。そっちの方が良くない。リミの顔が。でもリミ守ればいいんだよ。ただ落とさなきゃ、落とさなきゃいいんだから。じゃあそうしようか。厳しくしないとリミちゃんまた甘えちゃうからね。はい、じゃあそうしましょう。本人たちがそういうことなので、はい、1日に1個じゃないよ。はい、ということでそれをね、忘れないように壁に貼っときたいということなので、はい、今ねちょっと画用紙しょうちゃんが用意してくれたので、はい、書きます。じゃあまず下書きからかな。はい。考えないで書くでいいよ。うん。でっかくしないとね、わかんないからね。完成いたしました。ちょっと漢字間違ってるんですけど、
なんか修正液とかスカイミちゃんがちょっともう一回見せてくださいちゃんこんな感じでちょっと間違っちゃってるんですけど、まあ直すとね、なんか修正液で直すと白くなって嫌だっていうのでまあ2人が分かればいいかなということで、このままでいいんですか？別に私はいいよ。 PC ってね、一応読み方を書いたらしいんだけど、いい？リミ、うん、じゃあママに書いてもらう？ママが全部書き直せばいいの？ママが書きますか？いいよ、いいんだよ、別にリミちゃんがあれしてない。そうなの、納得いかない顔してる。うん、なんか嫌だなって顔するから。嫌だ？間違った字を貼るのは嫌だ？分かった。ママ。はい、じゃあちょっとママもさっと書いたんで、もう曲がってるけど。いいんですか、これでママ書きましたけど。じゃないか。床に落ちてたら。はい、じゃあこれをね、壁に貼りたいと思います。じゃあ貼りましょう。はい。セロハンテープでいいですか？いいよね。チロン、チロンじゃない、シーちゃん。シロンとシーちゃん間違えた。シーちゃん、目に貼れてないよ。これぞ不器用って感じする。出来上がりました。こんな感じですね。いい感じです。はい、じゃあね、ここに。たまにはこっちから撮ろうか。こんな感じで、はい、貼りました。貼れました、貼れましたね。ちょっとシンプルですけど、ママの字って感じするそう？うん、ママの字じゃなくてよかったんだけどね。うん、ちとさがママの字はい、ということでね、これを守れなかったらゲームは漫画、アニメ、スマホ1日禁止です。そして動画にもされます。マジでだってみんなこれ気になるでしょここまでしといてさ、もし禁止になった時はお知らせいたします。ピンポンパンポーンってだから頑張ろうね。だってしーちゃんがさ、やっぱこれぐらいしないと危機感を持たないっていうことだったんで、ちょっと厳しめにちょっとしてみました。これぐらいがちょうどよくない？そうだよね。いいよね。うん。じゃあ、リミちゃんも、頑張ろうね。で、リミちゃんの場合はさ、あんま服をさ、散らかすというよりさ、脱いだ服をすぐさ、持っていかないところじゃん？だからそれさえすれば、リミは絶対大丈夫でしょ？しほちゃんはたまにさ、いろいろ服を変えてさ、この辺にさ、この辺とかになんかさ、ちょっとこう置くのが溜まったりするじゃん。ね、だからお互いそういうのをなくせば綺麗なまま保てるはずだよ。はい。ということで今回もね、ウォークインを綺麗にして。くしゃみ出た？大丈夫？大丈夫。ね、その綺麗さを保とうと思いルールを決めてみました。はい。ということでね、これを守れなかったらね、もう動画にするよと言われたので、はいはい、ちゃんと終わりたいと思います。はい、はい、この4つができなくなっちゃうからね。うん、頑張ろう。頑張りますということで、それではバイバーイ。バイバーイ。